はい、皆さんこんにちは。はじめましての人は、はじめましていつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのアサシンクリードということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょうということで、実況ですね、小入れするのはちょっと久しぶりになっているんですけど、まあどうぞですね、今回もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、今ね、どこにいたかっていうのはちょっとね、思い出せないなーっていう感じのぐらいちょっとアサシンクリードで着替えてしまってたんですけど、まあ、多分ですね、目的としては、ですね、多分セレクトをしたら多分目的が出てくるので、ちょっと見てみますね。あ、ここですね。こちらの、トスカーナ、トスカーナに行くことが、目的なので、こちらに行きましょう。はい、では行きますね。ほい。ちょっとね、操作の仕方もね、思い出しながら行きたいなと思います。まあ大体覚えてるんでね、なんとかなると思うんですけどね。じゃあ上がりまして、今いるところが、ですね、モントリジョーニというところですね。モントリジョーニという場所で、まあ、こちらのね、エツヨ君たちがね、まあ、いわゆる潜伏している場所ですね。まあ、潜伏って言い方がいいのかどうかわからないですが、その潜伏している場所ということで、で、まあ、アサシンのね、マリオっていうね、おじさんがね、エツヨにね、いるんですけど、まあ、その人がね、ちょっとエツヨをかくまってるような感じですね。そういったような家になっております。はい、ではですね、こちら行きますね。まあ、武器とかはね、多分ね、結構もう揃って、売ってるますね。いや、まあ、あんまり買ったりしなくても大丈夫だと思いますので、ダッシュして、まあ、バーって行っちゃいましょう。よいしょ。ごめんなさい、やっぱ普通に門から行きますね。はーい、はい、では、こちらでお馬さんね、お馬さんね乗れるので、お馬さんはだからパトリシアっていう名前してたような記憶があるんですけど、そうシーザーって呼んでましたね。ジュリアス・シーザーですね。まあ、じゃあこの馬に乗ってトスカーナに行きましょう。トスカーナ行くのも初めてかな。あ、いやいや、サンジミナは行ったことありますね。はい、はい、ではトスカーナにやってきました。だいぶ警戒状態が強いですね。あ、しかもトスカーナは地図は全然開拓してないので、どこに何があるかさっぱりわからない状況ですね。助けて、どうした。君たちは雇える人たちだよね。まあ、とりあえずちょっと先に行ってみて。あ、なんか、すごい。なんと農業をしてますね。いや、素晴らしいじゃないですか。あ、なんかいいな。なんかアサシンクリード始まって以来のこのね、ほのぼのした、のどかさ。馬と一緒にね、イタリアの牧草地をかけるこの楽しさ。そうしたら、ここにね、ビューポイントがあるんで、ちょっとこちらに降りて登ってみましょうか。こんな低い塔がビューポイントなの。でもまあ、あ、綺麗、あ、美しいな、トスカーナ。はい、ではシンクロしましょうか。はい、いや、美しいですね。それでは恒例のおっダイビング。いや、いいですね。トスカーナいいですね。すごいテンション上がりますね。なんか美しいですね。なんか季節的にもね、綺麗な感じでね。なんか移動すると赤い花がなんか消えちゃいますけどね。大間さんはどこに置いてきたかな。この下でしたよね。あれ、あ、いた。シーザーに乗って、はい、そしたら、イベントがね、結構いっぱいあるんですよね。ここが一応目的地で、まあ、ここもまた高止めするところで、ここが移動する場所ですね。モントリジョーニに行くということで、なるほど、サン・ジミニアノの町はあれですよね、パッツィのね、息子をね、懲らしめた場所ですよね。
フランチェスコ・パッツィの息子を懲らしめたから、結構これぐらいね、場所があるということで、アサシンの墓所があるなぁ。ちょっとこっちのビューポイント先に寄っちゃいましょうかね。うん。まあね、このちょっと美しい街のね、全景を知りたいということで、ごめんなさい、ビューポイントをチェックしてから行きましょうね、ちゃんとね。じゃないと分かんなくなるんで、ね、場所はね、さすがに。でね、年末の話なんですけど、ね、あれ？こっちで合ってる？反対だね。こっちですね。うん。年末の話ですけどね、本当にプレイステーションが、割引になってたじゃないですか。うん。で結構ね、まあ、プレイステーション4、言うても、もう発売して何年も経ってるし、まあ結構みんな持ってるからね、別に売り切れたりすることないだろうとか思ってたんですよ、私。うん。ほんとね、認識が甘かったですね。うん。もうね、ほとんどね、売り切れだったんですよね、どこに行っても。ネットでももうね、まあ結構なんですかね、応募というかその、ネットで注文しようとしたのがだいぶ遅かったので、うん。まあなんとも言えないんですけど、かなりね、どのサイトに行っても、売り切れっていう状態で、いやー、やっぱりプレイステーションの人気っていうのはね、来年5が出るんですけど、うん、出る予定なんですよね、確か来年の冬ぐらい、年末ぐらいに出る予定らしいんですけど、うん、ここでね、やっぱり4を買っちゃおうっていうね、やっぱそういう人が多いんでしょうね、きっとね。それか、まあ、スイッチを持ってるけど、プレイステーション持ってないって人が、プレイステーションを買うっていうような感じだったんでしょうかね。うん。ほんとすごいですよね。もうこんなに商品がなくなることってあるんだなって思うぐらい、ね、全部売り切れでしたからね。はい、では、シンクロしますね。あー、美しい！いいなー。はい、じゃあちょっとね、恒例のね、一人称視点で見てみましょう。いいですね、アサシンクリードね、この実況始まって以来のこの田園風景。まあ、いつもはね、なんかどよーん、どんよりした暗い空ばっかりだったんですけどね、で、なんか村にね、高い塔の上に立ってね、世界を見渡してたような状況ですけど、今回はなんか、ちょっと低めのね、塔の上から見てるって感じで、ね、みんなの生活がよくわかりますよね。うん。お坊さんもね、あそこにいますしね。うん。まあ、そもそもこう、整然とね、並んでる、あれは何かな、ぶどう畑？ワイン作ってるのかな？うん。まあ、フランス、まあ、イタリアもね、ワインね、結構、飛びまーす。まあ、イタリアもね、ワイン結構有名ですし、うん。まあ、ね、フランスも、まあ、有名ですからね。うん。なんでね、やっぱワイン畑とかはね、気になりますよね。うん。じゃあ、今度はちょっと、まあね、先にアサシンの墓所に行っちゃうとね、またあれなんですよね。そしたらもう一個のこっち行こうかね。なんかね、今回イベントがやたらと多いんですよね。うん。よしよし。そしたら方角的にはこっちですね。では行きまーす。まあ、まずはね、全体像を知って、うん。まあ、ここのがね、トスカーナ地方はどういうところなのかっていうね、まず知っとかないといけないですね。うん。まあ、トスカーナ地方っていうのは、じゃあね、結構農業が今でも盛んな感じの地方なんでしょうかね。うん。いまいちこう、場所が、ね、わかんないですよね。うん。フィレンツェは、まあ、調べさせていただいたので、大体ね、イタリアのどこら辺にあるかっていうのはね、目安はついてるんですけど、トスカーナ地方はごめんなさい、全然わからないです。どれぐらい移動したのかも全然わからないですね。うん。けど中世、ま、ね、アサシンクリードの考察でもね、喋らせていただいたんですけど、中世と言っていいかどうかわからないっていうね、世界観ですよね。時代ですよね。はい、ではシンクロしまーす。はい、では一人称してね、見てみましょう。はい、美しい空、鷹が飛んで、
なんだあの建物は、漁師の家かな。あ、まあこの頃もね、やっぱ日本と同じでね、漁師にやっぱり税金を払うみたいな、そんな感じのね、社会制度でしたよね、確かね。うん、高校ぐらいの時の世界史なんかそんなの習ったような気がしますね。はい、じゃあ飛び込みます。まあどこの時代でもね、みんなやることは一緒なんですよね。大体この権力者の方がいてね、うん、まあまあどうでしょうね、公地公民みたいな感じで土地を貸してたのかどうかはわからないんですけど、うん、そしたらビューポイントは、下側に行く前にどうしましょうね。ちょっとこっち行っちゃいます。これフレンツ駅、ああ、こちらちょっと見てみましょうか。そうね、アサシンクリードの、こっちか。あの、考察動画でも述べさせていただいたんですけどね、やっぱり、うん、時代背景的には、結構、まあ、ルネサンス、中世の本当割り、近現代みたいな、現代に近いような、ね、文化のぐらいの、時代感ですね。1467年でしたっけ確か。うん、それぐらいのね、時代背景確かやってると思うので、うん、まあでもその時代にね、こんな建物を作れるっていうね、建築技術って本当にすごいですよね。本当に日本で言ったら室町時代ぐらいですもんね、うん、木造の寺とか作ってた時代ですよね、きっとね、日本で言ったら。うん、ガラスとかあったのかな、日本にも。わからないんですよね、その辺がね。詳しくはないのでね。あ、羽。この鐘とかなんか鳴らせたりしない？アウリ、ああ、ヴィラ・オリトーレ内のマリアの部屋へ羽を持ち帰る。これは鳴らせないということで、じゃ飛び乗って、あ、いいね、ここ、綺麗ですね。うん。はい、それでは、またシンクロして、いや、美しいですね。だんだんこう、なんかね、フィレンツェとかはまあ都会って感じですけど、まあ、この辺になってきたら郊外のね、街並みっていう感じですよね。うん。まあ、農業をメインにして、まあ、真ん中に都市を作って、まあ、その、都市の外側はまあ、農業地帯にするっていうような感じのね、整備の仕方でしょうかね。あ、すごい影が映ってる。かっこいいな。あ、ちょっと時間が経ったのかな？ちょっと影が濃くなりましたね。はい、それではダイビング。はい、ではまた、お馬さんを探しましょう。なんか馬をなんか表示する、あれとかないかな。アイコンとかね。どこで乗り捨ててきたのか。あ、いたリチギに出てきてくれたんですね。まあ、この時代とか、まあ、馬しか交通手段ね、なかったら結構大変ですよね。まあ、もっと後ですからね、多分蒸気機関が出てくるのってもっと後ですからね。うん。多分1800年とかそれぐらいだと思うので、ここからね、400年ぐらい後の話ですので、そう考えるとすごいですよね。うん。こっちか。うん。だからずっとね、その、蒸気機関が出てくるまでの移動手段で、陸路の場合って、どうしてたんでしょうね。みんな馬だったんですかね。ちょっとわかんないですけどね。はい、たどり着きました。まあ、そういうね、細かい疑問点とかも、なんかね、ちょっと調べていきたいですよね。面白いですね、そういうの考えてきたらね。なので、まあ、当時の人たちがね、まあ、現代にね、タイムスリップしてきたら、もう、あれですよね、本当に。もう、驚くとかそういうレベルじゃないですよね。うん。なんかね、仕組みのわからないものは、ね、本当に魔法だって言いますけどね。はい、じゃあシンクロします。はい、では周りを見渡しますね。そう、最近ね、ほんと 2D のゲームばっかりやってたので、うん、そうですね、最近ね、ブレスオブデスっていうね、まあ外国のね、RPG みたいなのやってまして、まあ、それと、うん、
もう一個ね、英語で挑戦してるやつがありまして、ブレスオブデスと、アショートハイクっていうね、ゲームなんですけど、どっちもね、英語でやってますね。英語でやってるというか、英語しか対応しないゲームをやってまーす。はい。あ、違うぞ。うわたまにこの失敗するんですよね。サンタデル、サンタマリアデルフィオレ教会でもやらかしましたもんね。もうあんな高さから飛び降りたらね、もう普通助からないですからね。お馬さんは、お馬さんはどこだ。あ、いた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 。よっと。はい、では行きまーす。あとは、もうマップ的には結構埋めたんですが、この辺り、この辺りを通過して、ここなんでしょうね。うん。あとはここだけなんで、まあ、ここにちょっとね、埋めに行きましょう。道的にはこちら側ですかね。うん。まあ、一般市民をね、こう巻き込んで走っていくスタイルですからね。こっちの方が近いのかな？おっとっと、道を待ち、ちょっと操作が難しいですね。よっと、こっちから。あれちょっと言うこと聞いて。言うこと聞いて。ちょっとなんか敵に狙われたんですかね。うん。そしたらここを通過していく感じですかね。あれアサシンが街にいるらしい。ああ、先ぶらさんがまたちょっと叫んでるんですね。ちょっとここの壁があるので、壁をちょっと避けていかないといけないですね。ああ、なんか宝がありましたね。頼む、見逃してくれ。いや、そんな悪いことしないから大丈夫だって。いやいや、ずいぶん嫌われたもんですね。大体アサシンの街にいるぞってね、そんな、ね、こんな分かりやすい格好で入ってくるからですよ、本当に。はいはい、撮りますよ。はい、じゃあ乗って、ちょっと大熊さんと一緒に移動しますか。こちら側に行くと、あ、ちょっと遠回りになるのかな。でもちょっと埋めてないマップがあるんで、ちょっとこっち側を中心に行きましょうか。うん。いいですね。初めて来た時夜だったので、ちょっとその辺り分からなかったんですよね。いや、これあれか。行ったからって分かるようになるわけじゃないんですね。うん。でもビューポイントはなさそうですもんね。まあ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 、あ手配書。手配書じゃないんですよ。ここで、ね、ここなんですよ。まあ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 、しょうがないですね。こうマップの切れ端みたいな感じなんでしょうね、きっとね。まあもしかしたら重要なアイテムがあるとか、そういう場所なのかもしれないですけど。お、久しぶりに出てきたな。あ、しかも目のマークある。アンティコ・ティアトロ・マローネ。ごめんなさい、全然違います。アンティコ・ティアトロ・ロマーノですね。はいはい、ショーンが言ってた妙なシンボルがあるわということで、ギリシャの、野外劇場に影響を受けて古代ローマでも似たような、構造の劇場が数多く築かれた。その遺跡はかつてのローマ帝国の全、ローマ帝国の領土を全域で見ることができる。なるほど。ローマの野外劇場の建設材料には通常コンクリートが使われた？そうなの？が、やがてその配合方法は分からなくなってしまい、ルネサンス期のイタリアではもうコンクリートは使われなくなっていた。野外劇場は半円形をしていたので、音響効果に優れ舞台上で行われる芝居や演出、合唱の声が客席までよく届いた。大理石が剥がれているのに気づいたか？ルネサンス期のイタリア人は古代ローマの建築物を研究するととも同時に、今でいうリサイクルのようなこともしていたんだ。つまり材料を評価するために建物に使われている大理石を引っぺがして再利用したのさ。あ、そうなの。なるほどね。古代ローマはね、こっちか。古代ローマの方を、研究してるっていうのはね、そういう感じなんですね、ルネサンス期ってね。まあ、それまではね、一回ローマ帝国が滅んだ時にね、そのローマの文化がね、全部失われたらしいんですよ。で、それで、なんかその、いろんなね、今、ローマでやってた、その、
技術が分からなくなったっていうのがね結構あるらしくてね、うん、なんかその辺の歴史をね学んでいくと面白いですよね、うん、なんかあるのかな。なんかね、目のマークがあるところは結構ね、そういう、なんて言うんですかね、謎があったりするんですけど、うん、特に何もないのかな。なんか謎の、なんていうんですかね、アニムスと結合できて、そこからなんか情報を得られるような、そういうねシンボルマークあったりするんですけど、いや、ないですね。見た感じ全然ないですね。でもちょっと高いとこから見てみましょうか。この上とか登れる？登れないか、さすがに。全然足掛かりがないですもんね。アサシンクリードもね、まあ新しいやつになったらローマのやつとかありますもんね。まあ、だからこの UBI ソフトっていう会社さんがね、どれだけ、ああ、あそこになんか羽がある。どれだけその古代ローマのことを意識してるかっていうのがね、わかりますよね。古代ローマとか、ああ、あそこにある映画。ああ、いいね。じゃあ降りましょう。古代ローマとかね、古代エジプトとか、そういう世界観を、どれだけこう、ああ、ちょっと使いましょうか、薬。セレクトでしたよね、確か。違う。薬使うのはどうでしたっけ？上か、上で、上だ、確か。上で、違う。左か、左でしたね。では、こちらを登りますね。よいしょ。あ、え、待てよ、どうやって、あ、上登れた。そしたら、ここをジャンプしていくんでしょうか、こっちか。で、こっちに直接登ったらいいんですね、多分ね。じゃあこうで、ちょっとごめんなさい。あ、いいですね。こういう柱ってすごいですね。そう、どうやっていくんだ？ってことはやっぱこっちに登ってからじゃないと無理な話ですか。登って、ジャンプしても無理？じゃあどうやっていくんだ？登る、あ、飛ぶ、でもこちら側ダメと。ちょっと勢いが必要とかですかね。あ、なんか夜になってきちゃった。やっぱゲーム内の時間って あるんでしょうね、きっとね。これどうやって飛ぶんでしょうね。これは難しいな。いや、登れないですね。なんかあの奥、民家が光ってますね。わ、気になる、行ってみたいな。これはちょっと難しいですね。どうしたらいいかわからないので、先にあの、絵文字の方に行っちゃいますね。でも登れるところがあっこしかないんで、絶対こっちのちっちゃい円柱に飛び乗って、ジャンプするはずなんですよ。多分。ここしかないですもん、登れるところが。こっから行くしかないですもん。こっからジャンプするんですよね、きっとね。あ、いけたいけたいけた。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ羽をゲットということで、じゃあ伸び降りて、はい、では、その絵があったところに行きますね。そのね、謎の文字を見たらね、なんかなんかクイズみたいなの出されるんでね、ちょっと心配ではありますけどね、解けるかどうか。はい、三角を長押しするとシンボルをスキャンします。過去、偶然、全てを支配する関連と関係の巨大な蜘蛛の巣、いや、現在か。64の四角形、アンロック・ザ・ファイル。エリザベスじゃないのこれ。
あ、これ、あ、こ自分で回すの。あ、そういうタイプ、今度は。はい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 。外側にはどうやって行ったらいいのかな。ちょっとこれまたカット案件じゃないですか。どうしたいんだこれ。終了。あー、あ、これ失敗した感じ。いや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 、ダメですよ。ちょっとこれ失敗じゃないですか、完全に。ちょっと待ってよ。ちょっと、もう一回挑戦できるとかじゃないの、これ。うわー、やらかした。未知のプログラムコンパイルしたってことは失敗じゃないですか。ちょっと操作の仕方が分かんなかっただけですよ。ごめんなさい、ちょっと。もう一回やらせてください。ちょっとまた、セーブしをしてから戻ってきたらできる感じなんですかね。ちょっと一旦移動してね、コンパイルってね、何回もできるはずなんで普通は。はい、 OKOK。 あ、違うわ、違うじゃないですか。アンティコティアトロロマーノの話じゃないですか。ちょっとやっちゃったな。過去、あ、いけたいけたいけた。偶然全てを支配する関連と関係の巨大な蜘蛛の巣、いや現在か。はい、もう一回やりますね。多分これで合ってるんですね。下がこれが絵柄があって、はい、で、あ、なるほど、上下で移動するのか。で、絵柄的には棒がこうならないといけないので、こうでしょうね。そして、まあ、絵柄的には、まあ、こうでしょうね。棒がこうなるんで。で、顔がこうなるんで、そしたら、こうで、こうで、こうでしょう。来たー、エリザベス一世イングランド。アイディ、エレンの果実、リンゴ、月へ。ナポレオンですか。ナポレオンさんがこう斜めの衣服があるんで、まあ、衣服的にはまあこうですわな。こうなって、そして今度は白がつながりを持たないといけないのでこうですよね。そしたらその次は顔が上に来るはずなので、普通に考えたらこうですよね。そして顔を合わせて、最後は髪の毛をしっかり合わせていきましょうということで、完全にまあ合わせていくとこうですね。ナポレオン一世1812年、あれだいぶ後の話ですね。あ、リンゴを持ってると、なるほど。この人は知らないぞ。そしたら服のボタンがとりあえず合うようにしなきゃいけないので、ポケットがあって、ボタン的にこうですね。こうですね。ボタンがあって、ポケットがあって、これは足がこうなってるの、足が下に来なきゃいけないので、こうで、そしたら顔がこう上に来るので、こうですね。どう考えて、そして顔を合わせて、外側に行けば行くと楽になりますよね。そして、合いました。ジョージ・ワシントンか。なるほど、なるほど。アメリカ建国の人でしたっけ、ジョージ・ワシントン。はい、パスコード。はい、ちょっとメモなくしておきますね。はい。独立宣言だったかな。はい、では、2番目のやつ見てみましょうか。全くつながりがない。つながりがわからない。はい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 。はい、じゃあ2番目の、リンゴを確認したということで、ちょっとお馬さんにじゃあ乗って帰りましょうね。お馬さんちょっと入り口で乗り捨ててきたので、この辺にいるはずなんですけど、あ、いた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 。
で、まあ明日も早いのかい今回はビューポイントに行ったら終了したいなぁとちょっと思ってるんですけど、さっきのね、あの民家すごい気になりますよね、あの明かりね。ちょっとあの明かりに寄り道を、なんだろう、なんか走っていたようになりますね。賞金がもらえるとか言ってましたよね。この明かりがすごい気になったので来てみたんですけど、ああ普通の民家いいな。なんかこう人々の生活がこうね、なんかこう垣間見える世界観ってすごいいいですよね。いいな。しかしこんなね、いい家に中世の人たちはね、本当住んでたんですかね、うん、なんか日本のね、本当戦国とか室町時代とかってね、まあ漫画の影響もあるんですけど、なんかすごいなんか汚いなんかボロ小屋みたいなところに住んでるようなイメージしかなくてですねまあそれね、将軍様とかね、領主とかをね、まあいいところに住んでるんですけど、うん、一般市民はね、とんでもないような納屋みたいなところにね、住んでたりとかね、そういうイメージが強くて、だからもうすごいなんかね、裕福な暮らしてるなっていうイメージはありますよね、このトスカーナ地方の家、アサシンクリードの家を見る限りね、うん、まあそれでもやっぱり、まあ、この頃といえばペストはね、多分乗り越えてる頃の時代なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ペストが流行したりとか、モンテオリベート修道院、はい、モンテオリベート修道院、あ、ここにもあるぞ、目のマークが。モンテ・オリベイト修道院は1313年にベルナルド・トロメイの命令で建設されたベネディクト会の修道院だ。当時は平安、祈り、勤勉を実践するベネディクト会が主流派で、この修道院も独自の統治機構を持つ自治体として運営されていたんだ。モンテ・オリベイト修道院はシエナ地方の大部分を所有していた。プロの財産を管理するとなると、独自の統治機構や法律家を持っている方が何かと便利だっただろう。幸いベルナルド・トロメイは有名な、法学者だったので、彼が亡くなった時修道院の財産状態はかなり贅沢潤沢だった。モンテ・オリベート修道院、ちょっと聞いたことはないですね、うん、まあ、これですね、モンテ・オリベート修道院、あ、この時代はやっぱりカトリックが権威を持っていたので、うん、だその修道院に入るっていうのはね、結構それなりにいいことだったんでしょうかね。うわ、綺麗だ、あ、綺麗だな、よいしょ、このまあでもこの上ですよね。それではシンクロするできるようにちょっと頑張って登っちゃいましょう。こうかで、こっちに回って、で、こう登る感じですね。どこどこに戻されたの？うわ、めっちゃ遠くやん。まあ、ビューポイントだけ今回撮ったら終了しますので、はい、頑張ってビューポイントまで行きますね。はい。途中イベントのとこ通りそうですよね。なんとかそこは避けて、馬に乗っていきたいんですけどね、馬がいないというね。じゃあ上からへばっていけばね、大丈夫かな？何の意味があるんだ？こっちか。いやー、さっきのはね、ちょっと、うん、やっぱちょっとバスボタンをね、どうしても長押ししちゃう癖がありまして、うん、ああいうね、建物の登ってる時はちょっとバスボタン長押ししてしまうとダメですね。勝手に飛んじゃうんで、あ、いるじゃないですか私の彼が、うん、シーザーが、あ、綺麗ですね、修道院。いやー、さすが財産が潤沢にあるだけのことがありますよね。そしてこんなところにね、お金を隠してるなんてお金を隠すこともなく晒してるなんてね、もうね、取ってくださいって言ってるようなもんですよ。あ、羽がある。どうかな、こうやって行って羽を取っていきましょう。
いいですね、このマップね。うん、なんていうんですかね、あのフィレンツェは結構赤っぽい感じだったんですけど、トスカーナはどっちかというと白っぽい感じのね、あの建物の色合いで、うん、私は結構こういうの好きですけどね、白っぽい感じの建物ね。うん、まあ、白っぽい感じの建物が好きというか、え、これどうしたらいいの？最初からこっち左に回っていったのがいいのかな？いける？ああ、こっちから登っていきましょう。登るときはまあ高速にすれば登れるので、左か。あ、これはまずいぞ。また飛んじゃうパターンですよこれ。左に行って、これは難しいな。こっちから行こうか。いいか、こうって飛んで左、オッケー、これで行こう。いいっすね、これで行けるっしょ。で、パーッと登る。オッケー。はい、ではこのビューポイントで今回は終了しますね。はい、シンクロしまーす。はい、では恒例の一人称視点ということで、うん、やっぱ晴れてる時にね、晴れてる時じゃない、あの朝みたいですね、朝ね、朝とか昼とかね、うん、結構夜の時間が長いんですよね。これなんか夜中寝るとかできるんですかね、このゲームね。全然なんかそういうのを考えたこともなかったんですけど、うん、宿屋とかね、あー、ないですよね、うん。あ、いいね、このなんか明かりが漏れてるのってすごいいいですよね、うん。しかも都会と違ってね、これだけ土地がバーッと余ってるとね、なんかこう、すがすがしいですよね、うん。しかもこう、しっかりこう整備されてるっていう感じね、森とね、こう、牧草地帯というか、農業地帯がね、それいいですよね。森がね、すぐ後ろまで迫ってたら、結構それ、ね、大変ですからね、虫とかね、動物とかがね、民家までね、押し寄せてくることになるんで、まあ、これが整備されてた方が、まあ、住みやすいは住みやすいでしょうね。はい、では飛び込みまーす。はい、ということで今回はですね、こちらで終了したいと思います。どうも皆さんご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、全然あのイベントは進んでいないんですが、うん、次回からね、頑張ってイベントを進めていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。でですね、まあ、他の動画もですね、概要欄一応貼ってる分もありますし、ちょっとですね、種類が多くなりすぎたので、うん、まあ、他の動画はですね、あのチャンネルですね、チャンネルのところに一応しっかりとですね、シリーズとしてですね、プレイリストを分けておりますので、まあ、そちらを見ていただいて面白そうなのがあれば、見ていただいたら幸いだと思います。うん。ね、ドラケフ RPG のですね、ブレスオブデスとかですね、結構ね、面白いかと思いますのでね、多分実況としてやってる人はあんまりいないと思いますので、実況というかね、動画として出している方はあまりいらっしゃらないと思うので、まあ、見ていただくとね、結構ね、面白いんじゃないかと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、それではですね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。